うん、いいなーって。みんなもっとかかったん、これ。ちょっとこっち側歩いてみましょうか。これどこ繋がってんやろ。やめて。直してから持っていくんやでっていう。そうなん？直してからあそこ行くん。よいしょ。あ、ここに奴がおるってこと。あ、墓場か、ここが。これ直されへんの？ここに。ちょうど、あるやん、ここに。作られへんやんけ。お前、そこにあるんやったら作れるよ、設備ぐらい。用意しとけよ。直されへんやんけ、これ。ちょ、待ってよ。俺、持ってたっけ、直すシリーズ。うわ、持っとらんやん。うわ、こいつ覚えとけよ、ほんと。帰るわ。おいじゃねえよ。よし、いただきまー。はあ、なんかもうあかんなこれ。俺は怒ってる今。めちゃめちゃ怒ってる。もう俺は寝返る竜王軍に。これもう今日から俺は竜王軍や。さあ、竜王軍の旗あったぜ。来た。俺のこと今日からリュウちゃんって呼んでね、みんな。俺のこと今日からリュウちゃんって呼んでくれ。置けるん、ここ。うわー、やっぱ3マスいるやつか。もうすぐそんなことする。よし、破壊神リュウちゃん。うざいなこれ。立てられへんな。ちょっとこれからすることをルビス様に言わないでね、みんな。ちょ、ルビス様には言わないでね、ほんとお願いね、みんな。絶対ルビス様には言わないでね、ほんと。ルビス様怒っちゃうかもしんないから、さすがに。内緒な、これ。ほんまあかんで、みんな言ったら俺クビになるからな。勇者クビになっちゃうで。勇者クビになったらみんな困るやろ。まあ、ほんまやめてな。勇者廃業になったら俺もうどうやって食えばいいんや。おまんま、ほんまやめて。勇者じゃないよね。ほんとだ、ほんま、ほんまダメだよみんな。わあ、よし。ダメだよ、言っちゃう、みんな。意外とダサいって。竜王軍って結構、美的センスやばいよね、ほんと。じゃあ、ここにドア作っとこう。よいしょ。さあ、これで。よし。あー、だるいー。ほい。どうだ？結構様なってきたんじゃね？ほい。よし。さあ、こんなもんでいいでしょう、皆さん。こっちから丸見えやけど、そりゃしゃあない、みんな。男の子やがも。な。よし。ここはもう、我が町は竜王軍のものである。よってこの村を、町を攻めることは許されない。わかったか、モンスターども。モンスターどもよ。ここは竜王軍の根城なり。いいね。わ、来た。ねえ、竜王軍に従えし、ねえ。従えし、よくわかんねえ。おなごがいます。土っていうのかな。でも土でいいじゃん。なんかもうこれ以上ね、頑張っても
大変だよ。よし。さあ、もうだいぶいいものができましたね。で、俺何すんだっけ、みんな忘れちゃった。そうだ、すっかり忘れたっけ。直すんや、今から。ねえ、茶色の棒に刺さる旗じゃねえよ。あれ？出て直すん。明かり？え？何直すんこれ？メーカーで直すん？あ、メーカーか。よし。さあ、これで、盾ごとが完成いたしましたので、これを持っていきましょうか。行ってきます。だいたい最低。俺、でもなんか悪いことしたっけ？今日。今日いいこと尽くしたんだけど。あ、ちょっと待ってみんな。忘れとった。ごめん、ほんま。みんな、申し訳ない、俺。ビルダーとして、最低限いる必需品を忘れてもうた。ちゃんと今回はね、持っていかなあかんな。ああ。ピストン。結構進んでる。もうかなり進んできたで。今日でも3章のね、いいとこまで行くんじゃないかなって、若干思ってる。悪いことしかやってないぞ。いや、悪いことやってないって、みんな。よし。良い子は真似しちゃいけないぞ、みんな。ね。はい、それじゃあ今から行きたいと思います。緑の民の扉で今からいけすかね、いけおをね、スカオにする？スガシカオをやっつけに行きたいと思います。頑張ろう。遠いぞ、あそこまでは。うわー、頑張っていこう。よいしょー、よいしょー。あ、ぶっ壊れた。あ、寝る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 。あー、おやすみー。うっざ。さ、重ね掛けは良くない。ちょ、待って、マジめんどくさい。ちょ、待って、おはよう。もう、危険ですよ、そういうことをするのは。さて、まだあっちですね、行きましょうか。おっと、ひかん。あいつ、うひゃひゃって言ったよね、そう。結構、気違いなんだよね、ほんと。人間としてもうね、クズですので、やっつけても両親が全く痛みません。覚えててください。よし、そんじゃあ、まだまっすぐと、あいつのお墓目指していきましょう。遠いぞ、結構。ね。仮眠かなってね。結構ね、俺寝不足だからね、毎日。眠い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 。よし、なんかこの塔、登ってみる？せっかくだし。ね。よいしょ。ほい。ほい。じゃあ、壊れへん。おっと？なんかこういうのって各地にあるよね。ちょ、なんかキメラくん。一撃。よいしょ。なんかあったりなかったりするよね。なんかあるときもあるし、なんもないときも、大いにあるっていう。なんやねんで、このとこも。なんもないパターンかもって。なんもないパターンやったら、俺グレるで、ほんま。ねえ。明日から俺リーゼントなってんだよ、もう。ほんま。あるやんけー。リーゼント回避やわ、これで。なんでしょう、これ。あ、イノキノキノキノやん。大当たりですわ。よし。ほい。いや、大丈夫。俺もうこれで、グレ、うわー、でかい石ねー。びっくりするわ。よっしゃ。もうちょっとやな、お墓まで。あったから坊主なんでだよ。あった場合は、明日は、うまいご飯を食うって決めてるから。ごめんな、みんな。高い飯食ってくる、明日。何がいい？悩む、高い飯って何だろう。焼肉しか出てこねえ。俺の、ね、飯のクオリティだよ。すき家行く？すき家は、俺の中で高級飯じゃないよ。すき家ってマジで安いよね。なんか小腹ふずいた時にさ、ねえ、牛丼並みとか380円じゃん。安いって思いながら、よく注文してんもん、俺。食いに行ってんもん。よいしょ。これ、クラウンかな、こいつ。不発！バグってる！痛い痛い痛い。うざ。ちょ、待って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 。
うざい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 。よいしょー。さあこれで撃破でーす。しゃあねえなー。おい、クソ野郎、いけすかねえ顔したクソ野郎さん、元気？おや、また君か。僕はふと思うことがある。人間というものはなぜ強情なのか。だな、もっと素直に生きることができたら、悲しい思いも辛い思いもせず生きられるのに。こんな思いを音に込めて表現できたら気分も晴れるかもしれないな。いや、そんなことすればまた少々眠りさまたあげてしまうだけか。よし、あ、うん、これはじゃないよ。ちょ待って、今日めっちゃ似てるやん俺。待ってよ待ってよ、それタイミング悪いよお前。待って待って、話そう、話しかけよう。やるちょやんじ、はいはい、行こう。ん、君かね。めっちゃこいつ悪いやつや。おお、これは僕の家に代々伝わる義のね、盾ごと。うん、アメルダからの贈り物だって。渡す代わりに発明のことを教えてもらいたいと。それは嘘だね。アメルダはこんなことはしない。彼女は物で人を動かそうとしない女性だからね。しかし壊れていたはずの盾ごとを直すなんて何事だ。俺はビルダーだよ。くぅ、だから僕の姿を見えるんだ。物を作る力を持つビルダー、君の力があれば僕の発明も完成できたかもな。教えてよダイダラ。僕は君が羨ましいよ。ルビスによって最初から失われていたものを作る力を与えていられていたなんて。僕が命を懸けて考えたものを君なら簡単に作り出せるんだろう。さあこれを作って弱き者を描くんだ。そうすれば描く、よくわからんけど求めているものが作れるよ。ブルーブロック、青色は可能性に満ちてるんだよ。君が一体どんな選択を選ぶのか少女に伝えてくれ。盾ごと引かせてって。いいよ、帰ろ。ちょ待て待て待て、じゃあな。やばい、決定的瞬間、もうお前殺すみたいな。バイバイ。俺はやれねえぞ。青で弱いと言ったらスライムやろ。あ、拠点内で俺お腹減らなくなったんだ、これで。神じゃん。誰も寝てない、ここ。ここ宿屋なのに。誰も寝ないなんて信じられない。こんな快適空間でね。ね、みんな。おかしいよね。多分みんな今上がってくるとこじゃない？うん。あれ、誰も来てない。何があったんだろうな。今、カチって聞こえた。あれ、カチって聞こえた、なんか今。何このカチカチする音。みんなどこにいるんでしょうか。誰も寝たくないって。寝たいよ、寝たい気しかしないんだけどな、俺。宿代10ゴールドだよ、みんな。泊まりに来るよね。途中で倒れちゃったって。それだったら笑う。殺し部屋じゃないよ、ここ。由緒正しき宿屋だよ。ねえ。でも20年ぐらいもここで、あれだよ、活動してる。あ、ホットケーキだって、うまそう、食いて。よし。さて、ちょっと待ってね。はーい。筋肉マン。バレたぞ、お前の嘘。お、ダイダラ、どうだった？ダメでした。そうか、バレちまったか。さすが、ラライだぜ。どういう意味だ？お前もうすうすして、感じてんだろ？姉子とラライが恋人だって。姉子と、ラライ、ね。性格だって真逆だ。不思議と惹かれ合ってたんだ。ね。イチャイチャしやがったんだ、あいつは。そんなある日の夜、姉子がラライを殺した。え？姉子だって嫌しね。これが発言を続けるため避けられなかった姉子と過去の傷。え、突然ぶっ殺したの？何したの？これわからんな。焼きイカってのは、え、どういうこと？焼いたのあれ。え？お前何をしたんや？
どういうことやろうか。難しいな、この問題は。ねえ。宿屋に、アメルダの絵貼ると強くなるって、本当？貼ってみるじゃあ、一個。よいしょ。リスナーさんの助言を信じて。よいしょ。じゃあ、ちょっと待ってね。手持ちが結構パッツンパッツンやねんな、ほんま。ねえ、なんかちょっとこの辺り置いちゃうか、どっかに。桶とか、壺とか、椅子とか。あ、もちろんいっぱいや。で、藁のベッドも置いとまうか、上に。スイッチ20個持ちすぎなんだって、俺。で、木箱に、椅子、椅子だからもういっぱいやってる。土直して、これ置いて、で、だいぶ、いい感じや。机、机いっぱいあんなぁ。タオルも置いとこう。柱もいいやん、あるやん。うわぁ、もう、いや、上行こう、とりあえず。よいしょー。自動整理機能欲しい。そうだねー。もうちょっと UI 関係はね、頑張ってほしいよね、このゲーム。よし。とりあえず、たらいとこ置いとこうか、このあたりに。よし。いいお風呂場なった。あ、でもこれこっちに置いた方がええか、そのお風呂場。お風呂機能は。よう考えたら、俺ここお風呂やで、みんな。入る？入っていいで。いい空間やろ、ここ。ほら！素晴らしい。なあ？いいね、これ。絵面が汚くないだろ、これ。みんなも入りたいだろ、そこは。違うよ。私もお風呂に入りたいわ、っていう。そういう思いを、やっぱ込めてほしかったな、俺は。風呂はいいぞ、っていう。で、寝室力をもうちょっと上げよう。で、木箱も。何や、この、ガバ設計は。なんかだいぶ宿やーって感じしてきたよね、みんな。お前どこに座るんやって話だけど。よし。いや、割れながらだいぶいいね、この部屋。照れる。で、絵画、そうだ、絵画といえば絵画だよ。これもちょっと直しといて。絵画を置くんだっけ？弾かれた！荒くれの宿屋！あら！人ポイントが 25% 上がる。あ！すごいじゃない！ってみんな、注目度抜群。下で拍手してるあいつら！結局来ねえじゃねえか、あいつらマジ。なんでなんや？なんか、忠誠心つうもんがないぞ、それは。わっ！な、ほんと。まったく。まあ、ええけどな。はい、じゃあちょっと柱立てとこか、ここに。お。お。あ、逆。向きあるんや、これ。おし。いや、なんか高級感ちょっと出てきた、この街。あらー。うわぁ、竜王軍の町だ、ここ。うわぁ、やばい、天空にお城がある、怖い、すえぇ。こりゃ攻めれねえわ。わかる。みんなも、攻めたくても攻められないっていう。あそこは、ね、んなみの部屋ですね。大事な部屋。うえーい！悲しいなぁ。じゃあ、何すんの今から。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方は、ぜひともチャンネル登録お願いします。スマホ、タブレットの方は、動画の下のここをタッチ。パソコンの方は、動画の下のここをクリックしてね。また、ツイッターもやってます。
更新情報や日常などをつぶやいていますので、よければフォローしてください。詳細文からアクセスできますよ。それではまた次の動画も見てください。じゃあの